塩。ねえ違うから。さまざまな男と女がそこに集い、身も心もむき出しにする。ここは新宿歌舞伎町のラブホテル。できます。一流ホテル勤務と嘘をつくラブホ店長と、ミュージシャン志望のその彼女。おはよう。鈴木さんってここに来る前の何やってたか知ってる？こういうとこで働くような人はいろいろ事情がある人がいるんだから。いつつの辛抱だから。エリアちゃんお願いします。はい。ホステスなのこれ、雪まんじゅう。さっきのおばさんどっかで見たことある。俺はね、今はこんなところでくすぶってるけど、ここにいる人間じゃないんだ。311号室お風呂のお湯が出ないって。お湯出るの？どうすんの？ここまで来て。いいの？私本当にやっちゃう？枕営業か。お母さんに言われたの。お願いだから死んでくれるって。今頃二回戦じゃない？よせ！柏木キリコ！どうでもいいんだよ！こんなとこやめてやるよ！彼らの人生が交錯するとき、かけがえのない瞬間が訪れる。さよなら。歌舞伎町。スロースロー。クイッ、クイッ。お客さん、本当に困るんですけど。